皆さん、マイロ、ニューヨークでビール飲むりやってるヨシです。Hello everyone, I'm Yoshi, a beer nomurier in New York. 本日もまた、面白いビールをいただいたので、2本紹介しようと思っております。本日ご紹介するビールはこちらです。はい、こちら用意しました。本日ご紹介するビールはパフライスチャイニーズペールエール、そしてこちらがベイビージャスミンティーラガーアンフィルターで、こちらのビールはですね、中国で作られていて、ブリュードインチャイナキャンフレッシュインザ USA と書かれているので、はい、あの中国で作られているんですけど、こっちに持ってきてこっちで缶詰されているビールです。こちらのビールはですね、また前回、前々回、いつだったかな、2週間前、3週間前ぐらいにですね、香港のビールと、メキシコのビールを紹介した時にも言ったんですけど、ビール卸業者 B ユナイテッドというところが卸している、ビールです。もし興味のある方はですね、そちらのウェブサイトに行ってもらって、概要欄の下に載っけておきますけど、そちらの方からですね、ビール買えますんで、もしよかったら買ってみてください。で、こちらがですね、ペールエール、パフトライス、アルコール度数が 7.4% で、ブリュワリーはマスターガオというところが作っています。両方ともマスターガオが作っています。でこちらがですね、ベイビージャスミンティーラガーアンフィルターで、アルコール度数が 5.6% になっております。面白いですね、パフトライスということは多分、日本でいう おかきとかあられみたいな感じなのかな。で、こちらはジャスミンティーを使ったビールということで、とてもユニークですよね。今日初めて飲むんで楽しみです。それではやっていきましょう。それでは早速飲みたいと思います。まず最初、アルコール度数の少ないベイビージャスミンティーラガーの方からいきたいと思います。ジャスミンティーなんでね、ほとんど普段飲まないんでね、色は薄い黄色で、香りの方が香りほのかにジャスミンティーの香りがするぐらいかな。あとはちょっと柑橘類、特徴的な香りはそこまで上がってきませんね。で、泡の方ですが、もう消えちゃいました。すごい弱い泡ですね。それではいってきます。すごく飲みやすくてあっさりすっきりしたビールです。で、後味にほのかにジャスミンティーの味があって、でそれが程よい苦味になって、あまり飲んだことのないような苦味なんですよ。多分これがジャスミンだと思うんですけど、なかなか美味しいと思います。でアンフィルターなんですよね、そこまで白濁はしてませんね。夏今の時期にはとてもぴったりで、しかも最後にその面白いジャスミンティー その苦味が上がってくるんで、僕自身もあまり飲んだことのないようなビールだと思います。はい、非常に面白いと思います。もうちょっと僕はそのジャスミンの香りがファーってもっと上がってくるのかなとちょっと期待したんですけど、やはりそこまでは上がってこなかったのかなというふうに思います。では続いてこちら、パフトライスチャイニーズペレー、こちらね、アルコール度数が 7.4% なんですよね。結構高めなんですね。よし、飲んでいきたいと思います。色はさらに薄くなりましたね。ものすごく薄い黄色です。で、香りの方が、香りは シトラスですね。柑橘類、なんか少しこう米、やはりもうパフトライスを使っている米とか
麹まではいかないか、ちょっと酒っぽい香りもしますね。泡の方ですが、もう消えちゃいましたね。はい、それではいただきます。乾杯。これは何なんでしょうね。すごいな。飲んだ瞬間はすごいあっさりしたビールに思えるんですけど、後味がね、すごくこの米麹だとか、ちょっとね、味噌とか醤油とかも思い浮かぶような、下の奥の方で感じるのが、そのこうベタッとした感じの後味が残るんですよ。これはすごい面白い。味的には本当に薄い味がします。特徴的なフレーバーとか特徴的な味はないんですけど、全体的にその米の粘り気と甘さと、でも口当たりはすごいさっぱりしてるんです。なんだこれ、こんなビール飲んだことない。多分ね、ホップとかでね、すごく柑橘類の強いホップを使ってるんだと思うんですけど、まあこれはちょっと飲んでみていただかないとなかなか表現するのは難しいんですけど、そうですね、この2つでどっちがいいかって言われたら、僕はこっちの方がおすすめかなというふうには思いますが、これはすごくユニークで面白いと思います。米とかを入れると大体ビールってこうサラッとして、まあ、ライトになるんですけど、これはもうなんか逆方向行ってますね。米使ってるのにベタっとした方向に進んでる、ビールなんで、すごい面白いと思います。まあ冒頭でも言いましたが、こちらのビール B ユナイテッドの、ウェブサイトの方から買えるんで、もしよかったら買って飲んでみてください。ウェブサイトはですね、概要欄の下に貼っ付けておきます。まあ以前にも言いましたが、その B ユナイテッドさんはですね、その日立のネストビールの卸業者なんですよね。で、まあもし日立のが飲みたいと思った方はですね、ぜひぜひ居酒屋ジラクの方にお越しください。以上、ベイビージャスミンティーラガアンフィルトとパフトライスチャイニーズペールエールでした。ご視聴ありがとうございます。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ビールドムリエの吉でした。 See you soon.